イチロー42、2割2分プリン1本塁打21打点11盗塁王、もう。イチロー43、3割1本塁打19打点10盗塁、ああ。300も立ってるんかにしては打率高いんを。なお MLB 通算打率は昨季終了時より1厘下がっている模様。昨日もマイケンカラーはやホームランって感じのライトフライ打ったよな、あれは惜しかった。このおっさんマジでおかしい褒め言葉。もうイチロークラスの日本人野手は見れないだろうね。42でメジャーで10盗塁ほんますごい年を感じさせん。バリーボンズおるし真似て進化したのかもな。今年もやっぱり後半失速するんかと思ったけど去年よりは持ちこたえてるな。ストライクしか狙わんようになったからやぞ。当たり前のこと言ってるだけなのにすごい。成績落ちた理由が今まで打てたボールゾーン打てなくなったって前提がまずおかしい。この年齢で修正できるのもおかしい。速報イチロー今季6度目の猛打賞達成。これで今季打率は3割飛んで2厘にまた上昇。なんやこのおっさん F。化け物やんけこのおっさん。新人やん、来年にはレギュラー定着やろな。